長らくお待たせいたしました。本日はお忙しい中ご出席いただきまして誠にありがとうございます。定刻となりましたので、ただいまより国立市令和5年度予算案記者会見を始めさせていただきます。会見に先立ちまして、配布いたしました資料の確認をさせていただきます。令和5年度国立市予算案記者会見資料という冊子を一部、そして最新の司法を含め市からの各種お知らせをご案内としてお配りしております。本日の会見で使用しますものは、こちらの令和5年度国立市予算案記者会見資料と題した資料でございます。配布漏れなどございませんでしょうか。なお冊子の巻末に制作事業一覧を閉じておりますので、併せてご参照ください。新型コロナウイルスの感染防止のため、記者会見中もマスクを着用させていただきます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。また本日の予算記者会見を、撮影して後日 YouTube の国立チャンネルに掲載する予定です。ご了承のほどよろしくお願いいたします。はじめに本日の出席者をご紹介いたします。正面、国立市長の永見和夫でございます。永見でございます、よろしくお願いいたします。次に向かって右側、副市長の竹内光弘でございます。よろしくお願いいたします。次に左隣、政策経営部長の 宮崎浩一でございます。よろしくお願いいたします。申し遅れましたが、私は本日司会進行役を務めます秘書広報担当課長の加藤志保と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは永見市長より皆様へご挨拶申し上げます。おはようございます。報道各社の皆様はですね、国立市の2023年度の予算のですね、記者会見にですね、ご出席賜りまして大変ありがとうございます。今日私はですね、予算という形で今の社会をどう認識しているかということをですね、表明するということになろうかと思ってます。で、予算という形とは別に今私自身がこの2023年というか、こう今どういう時代なのかということをどう認識しているかということを若干ですね、ご挨拶兼ねてお話をさせていただきたいと思います。まあ2023ですから、2025年が団塊の世代が全て後期高齢になっていくという直前の時代が来ていると。それとともに2040年のですね、我が国の高齢化のピーク、すなわち第二ベビーブーマー、団塊の世代の次の子どもたちがですね、その子どもたちが全て65歳以上になっていくと、これをですね、もう十数年後、15年後ぐらいにこう直近に、控えてですね、それに対してどういうふうに私たちは社会をこう再構築していくのかという、こういう時代のところにですね、3年を超えるコロナという対外的なですね、予期しなかったことが起きてきたと。でコロナによって社会そのものが閉じられたり分断されたり、あるいは経済がですね、閉塞したりというような状況があって、やっと2023になってですね、コロナが収まるわけではないですけれども、それと共存しながら再びこう経済社会を活性化していかないくと、そして改めて人と人との結びつきをですね、こう作り上げていかなければいけない、こんなような時代が来ていると。で一方で、子どもたちの出生率っていうのは非常に低い水準になって、このまま放っておけばですね、本当に今から回復させたってまだ数十年先にやっと回復されるというようなですね、非常に人口構成も厳しい時代になってきていると。で、合わせてですね、ちょうど国立の今回の予算なんかもそうなんですが、高度経済成長期にですね、建てた公共施設、例えば国立では、今回で言えば小学校であったり給食センターであったりっていうものが更新時期をですね、一気に迎えてくるということで、人口の、国立市は人口減少、社会減少っていうよりは社会像が上回ってるわけですけれども、出生死亡のバランスからいけば完全にこう逆転していると
そういう社会において、新たな社会資本の再構築が求められる。そして子どもたちに対してですね、どういう社会に夢を与え、持続可能性を与えていかなければならないかというようなですね、そういうような時代がもう目の前に来ていると。で、社会全体が子育て支援ではなくて、出生率の回復みたいなね、ことが求められてますけれども、本質的にはそんなことを言って回復するわけではなくて、子どもたちが伸びやかに育つ、そしてですね、おそらくグローバル化が進む社会において子どもたちが本当に健やかに成長できる、あるいはですね、自己肯定感を持って育っていって社会に貢献する、あるいは社会を作り上げていく、そういう基礎をどういうふうに今作っていけるのかと、そんなような時代の転換点になっている。すなわち経済も社会のつながりも、そしてインフラも、そして子どもたちに対する政策もですね、ことごとくこの転換点に来ているのが今ちょうどこの数年間というようなことを思っています。そういう中でですね、今回ですね、さまざまな背景を踏まえながら、あるいはニーズを踏まえながらですね、予算編成をしたというのが実態でございます。具体的なことはこれからご説明申し上げますので、また質疑応答でですね、お答えできればと思います。どうぞよろしくお願いしたいと思います。それでは続きまして、お手元の資料、令和5年度国立市予算案記者会見資料の5ページ目以降の内容につきまして、政策経営部長の宮崎よりご説明申し上げます。はい、それでは当初予算案の概要についてご説明をいたします。資料5ページをお開きください。1の財政規模でございますが、一般会計の総額は前年度比で 9.1% 増の357億2300万円、過去最大規模となっております。特別会計等を含む全会計の歳出予算総額は前年度比で 6.5% 増の9942万円となりました。詳細は括弧1の表をご覧ください。2の一般会計予算案でございます。予算額は円グラフに記載がありますので、特徴的な増減を申し上げます。括弧1歳入につきまして、市税は令和4年度の決算見込み及び景気動向により、令和4年度当初予算に対し6億7548万円の増、地方消費税交付金は2億7100万円の増を見込んでいます。また普通交付税は不交付を見込んでおります。6ページをご覧ください。市債は食育推進給食ステーションの施設取得等により18億7380万円の増を見込んでいます。括弧2歳出の鑑別でございます。民生費は令和5年4月の矢川プラス開設等により5億5330万円の増、教育費は食育推進給食ステーションの施設取得や第二小学校改築工事等により32億4232万円の増、また土木費は矢川プラス建設工事の完了等により5億4602万円の減となっております。括弧3歳出の性質別でございます。扶助費は障害福祉サービス費の増や子ども医療費助成制度について高校生相当まで対象とするとともに、中学生以降についても所得制限を撤廃するなどの拡充等により3億5006万円の増となっております。義務的経費については普通建設事業費の増と歳出全体が大きく伸びていることにより、歳出全体に占める割合としては 3.8% 減少しましたが、金額は3億4690万円の増となっています。普通建設事業費は繰り返しになりますが、教育関係施設の整備等により24億4214万円の増となっております。7ページをお開きください。3の基金の状況でございます。財政調整基金繰入金は6億8300万円で、前年度比で1億3500万円増となっています。全基金の年度末現在高は詳細の表の通り
取り崩し額が積立額を上回り、令和4年度末現在高に比べて減少する見込みとなっています。4の地方債の状況でございます。表の通り、全体では令和5年度は借り入れ額が償還額を上回るため、令和5年度末の地方債残高は16億7546万円の増の見込みとなっております。令和5年度当初予算案の概要は以上でございます。よろしくお願いいたします。それでは永見市長より新年度予算の主要事業につきましてご説明いたします。先ほど私が今の時代状況の認識というのを先もしゃべらせていただきました。でその上で、1ページをご覧いただきたいと思いますが、今回の予算はですね、豊かに子が輝く未来に向けて、持続可能な活力ある町国立をですね、改めてスタートさせる、そんな予算にしたいということで、とりわけですね、未来を生き社会を支えていく次世代の子どもたちをこう積極的に支援していくと、あるいはそういう社会環境を作っていくというようなことに力を入れて予算を組まさせていただきました。この間ですね、左1ページ の下に3つの視点って書いてございますが、次世代の育成、あるいは国立ブランドの向上、安全安心の確保ということはですね、これは一貫して私がやってきた政策になります。でこの中で、今回はですね、とりわけ次世代の育成をですね、重点的に取り上げたというふうに言っていただいても結構だと思います。それでは改めまして、9ページ以降でですね、主な事業をですね、ご説明したいと思います。1点目は矢川プラスという新しい施設のですね、開設がいよいよ今年の4月から始まるということで、1億3200万円ほど運営費をつけさせていただいております。でこれはですね、つながりを作りですね、そして、子どもから高齢者までがですね、ここで集うと、それとともにですね、右側にありますよう、ね、に幼児教育の推進プロジェクト、あるいは、子どもたちの居場所、特に中高生の居場所、夜間児童館を夜9時まで開設させましてですね、中高生も居場所として機能する、それに、地域の人たちつながりを作り、そして活性化をしていくという全く新しいスタイルのですね、公共施設というものをですね、建設してまいりました。これぜひ記者の皆さんもですね、一度ご覧いただきたいなと思いますけれども、非常に中の運営がですね、創造性に富んだ形で運営をしたいと思っておりますので、ぜひ取材をしていただけたらと思いますが、こういう夜間プラス、これと、幼児教育の推進、そして、児童館の新しい運営というようなことをですね、まず一時的にやっていきたいと思っております。そして11ページ、国立食育推進給食ステーションカムカムキッチンという愛称でやっておりますが、これは老朽化したですね、第1第2給食センターを場所を変えましてですね、 PFI の方式によって、建設を今進んでいると。で来年度の予算はその運営費と、これは PFI ですけれども、運営費と、それからあとは財産の取得費ですね、建物の取得費で23億ほどですね、投じているということです。でここはですね、国立の食育の一つの拠点化、一つの拠点ですね、をしていくというようなことをですね、市全体の食育推進という、そういう観点を持ってですね、しかも、子どもたちにおいしくあったかくてですね、夢のある給食を提供していくと、こんなことをですね、果たしていきたいと思っています。カムカムキッチンのなんかロゴマークっていうんですか、私もあんまりよくわかんないんですけど、これが壁につくんですかね、子どもたちが喜んでもらえるのかなと思ってます。続きましてですね、13ページ子育て支援ですけれども、これはどこの市もやってますが、高校生までの医療費の無償化、そして所得制限の撤廃というのを国たちもやっていくと、地方線の沿線では当たり前の標準的なサービス、あるいは京成沿線ではですね、当たり前の標準的なサービスという観点からですね、誰もが医療に、所得にかかりなくアクセスできる、そういうですね、環境を整えていきたいということです。
それから、まあ、小さな事業になりますが、いわゆる保育だけではなくて幼稚園の幼稚園と保育園がその幼児教育の施設として考え方を統一されたんですが、そして無償化もされたんですが、唯一差があるのは入園料があるかないかというところです。まあ、ここをですね、幼稚園の入園料も今まで、2万円の補助したんですが3万円に上げてですね、幼児教育にアクセスしやすい環境を作っていこうというような施策も盛り込ませていただきました。次のページ15、16ページをご覧いただきたいと思います。いろいろ書いてますが、まあ、事業47第二小学校の改築事業ということで、令和来年ですね、来年度からいよいよですね工事に入っていくということになります。ここの金額自体はですね、まだ小さな金額でございますけれども、最終的に全体では分離発注をしてますから様々あるんですが、全体で43億規模だったかな程度の事業になっていくということになります。とりわけこの第二小学校はですね、インクルーシブということを非常に重点に置きまして、エレベーターもちろんついてるんですが、例えば地震でエレベーターが動かなくなった時に安全に避難できるということで、校舎の真ん中にこのポンチ絵を見ていただくと分かるんですが、中庭がありますが、これを囲むようにですね、螺旋階段が3階までこう上がっていくということでですね、日常的にも子どもたちが歩いて階段ではなくて車椅子の子どもたちも安心して、子どもたちと一緒にですね、上り下りができる、そんな環境と、それからエレベーターと、それから外にはですね、もう一つ自分の体重で安全に車椅子の方がこう降りられる、避難できる階段以外にですね、そんないわゆるインクルーシブな教育環境を整えていくということにも大変配慮した施設を建設していきたいと。そうですね、螺旋階段にはスロープですね、中庭をくるっと回るようにスロープがつくということになります。次の17ページ18ページをご覧ください。ソーシャルインクルージョンということで、来年度市役所の隣のですね、ピアホ第4公園、西側ですね、こちらをインクルーシブ公園として整備していくと。でこれはもうすでに2年以上さまざまなその障害をお持ちの保護者の方等とですね、話し合いをしながらどういうふうに整備するかということを話し合いを進めてきた。いよいよ来年度この工事に入っていくと。でユニバーサルデザインに配慮した遊具を設置すると。でゴムチップで安全に配慮するとかですね、さまざまなことを行っていくということでございます。それから18ページの一番上、これも小さな事業なんですが、金額的な問題ではなくてですね、今ウクライナのこういう情勢のある中において、平和の社会ってどうやって築いていけるのかということで、平和ネットワーク会議というのを多摩地域に設立することをですね、国立市が提案して26市の全ての市長さんが賛同していただきました。でこれは平和市長会議のこの計画 PX ビジョンの中の平和文化の振興ということをですね、多摩地域でモデル的にやってみようと、これは広島の市長、松井市長の呼びかけで、ちょっと国立市やってくんねえかなというようなお話がございまして、私の方から呼びかけてですね、平和文化の振興を多摩地域で全体で取り組んでいこうと、さまざまですね、そういうことのためのネットワーク会議、これをですね、来年度本格的に立ち上げていくということになります。続きましてポストコロナの街づくりということで、先ほどルール申し述べさせていただきましたが、事業64ですね、国立市健康まちづくり戦略事業ということで、これは健康医療福祉のまちづくりを推進するということを私はこの間一貫して言ってまいりました。これはハードソフト両面です。でそれをですね含めて、つながり集える街、あるいは楽しく喜びにあふれるウォーカブルな街、豊かな諸都の文化を志向する町の実現と、こういうことの中でですね、人のウェルビーイングを、健康という概念をウェルビーイングということに置きまして、そして町全体がウェルビーイングな町になっていくということをですね、ハードソフトで進めていこうと。来年度はですね、
そのための計画を作りですね、一方で健康ポイント事業も試験的に実施しながらですね、健康づくりを前に進めていきたいと思っております。それから次行きまして、ポイントだけご説明しますが、21ページ、これも毎年毎年売り込んでますが、事業75、旧国立式社東大広場円形公園整備事業、いよいよですね、JR 東日本さんと土地の交換の契約が終わりました。従いまして、旧国立式社の両側は今国立市の用地となっております。これをですね、今年度そのプロポーズ、アイデアをですね、多くの市民の皆さんから求めました。で、これをもとにですね、来年度は市民が望むそういう広場をどう作るかということで、基本設計、設計にいよいよ着手していくという年度になります。あと円形公園もですね、さまざまなアイデアをいただきましたので、それを活かしながらですね、今度はプロの方のプロポーザルを受けて、そのアイデアを活かしたプロポーザルを受けて基本設計に入っていく、こんなことになります。それからですね、23番で旧本田家保存活用事業というのがございます。これ下に絵が描いてございますが、ちょっと、これは江戸の中期700年代でいいのかなぐらいの建物になりますが、東京都の有形文化財に指定されているものを今すでに解体が終わっておりまして、これからですね復元をしていくというようなことになります。そのための今設計をですね進めさせていただいているということです。それから25ページ地球温暖化対策、温暖化対策実行計画と策定事業、これは来年度はですね、令和4年度に今年度ですね、2050年を見据えたゼロカーボンシティ実現のロードマップを今年策定をしております。でこれを踏まえてですね、地球温暖化の対策の実行計画あるいは区域施策編をですね、策定して推進していくと。で来年度はそんな大きな事業ないんですが、公共施設の正面のさらなる一層の LED 化ですかね、あるいは事業者向けの地球温暖化対策の補助金を創設するというようなことも、予算に盛り込まさせていただいております。あとは27ページは自治体の DX ということで、あまり大きな事業ないんですが、いくつかですね挙げさせていただいて予算を組まさせていただいているというところです。以上ですね、早口で非常に網羅的にですね、あるいは断片的と言われてしまうかもしれませんが、ご説明を申し上げました。ぜひですね、ご理解いただけたらと思います。以上です。ご説明は以上となります。これより質疑応答に移りたいと思います。ご質問される方は挙手の上をお願いいたします。またマスクを着用のままご発言いただきますようお願いいたします。ではご質問のある方挙手をお願いします。ジェコム多摩局の桑原と申します。よろしくお願いいたします。本日はご説明の方誠にありがとうございました。国立市の目指す指針というか明確に表記されていて非常に分かりやすい説明だったなと思っております。で、事業55給食センターの件で、お伺いしたいと思います。現在ですね、今稼働している給食センター50年近く稼働してかなり歴史のあるものというふうに伺っております。で、新しいこの給食センターなんですけれども、この多摩地域の中でも何か特徴的っていうんでしょうかね、何かこう珍しいものっていうんでしょうか、他市と比べてどう違うとかそういうような特徴とかあったらお聞かせいただければなと思います。よろしくお願いいたします。いや難しい質問ですね。ちょうど面白いことにですね、私どもが PFI のこの入札をしたときはちょうど同じときに立川さんも入札をしてまして、そして秋島さんも今年今年度来年度の予算で同じように PFI でその施設の買取経費をですね、入れてるはずなんですね。ちょうどですから、
この県域の給食センターが、まあ、ちょっと早くは府中さんなんかがやってますけれども、大体そういう時期に迎えてきてるのかなと思います。でそういう中で国立はですね、やはり食育でここにかなり力を入れたつもりです。でその食育という問題はですね、子どもたちにおいしいものを食べていただいて、その身近に食を感じてもらって食の大切さを感じるだけではなくてですね、これは市民の人にも食の大切さを知ってもらうとか、そういうような事業を打つとかですね、 あるいはその地場産の農家さんと結びついたですね、生産者と結びついた給食の在り方と、それからすでにやってるんですが、国立の特徴なんですが、市内の、まあ、著名なイタリアンのシェフさんがいらっしゃるんですが、そういう方がメニューを作って、それを給食センターで実践をしてですね、子どもたちに本当 いわゆる給食という言葉が与えるイメージじゃなくて、シェフが作るブランド性の高い食事に近いものをですね、食育として、まあ、提供するとかですね、そういうような食に力点を置いたですね、そんなような運営をですね、これからもさらに充実していきたいと。それに当たり前になってますが、アレルギー食をちゃんとやっていくとかですね、そんなところが特徴かなと思っております。ありがとうございます。MX テレビの三好と申します。今日はよろしくお願いします。9ページのですね、矢川プラスについてお伺いします。こちらのご説明の中にもあるんですが、子育てを総合的に支援する施設を目指すとございます。これは子育て支援について、まあ、具体的にどんなことをしていく予定なのかっていうことで、この矢川プラス独特な取り組みももしあったら教えていただきたいということ、あとはこの今回の運営の費用に、まあ、1億3000万円以上が予算化されていると思うんですけれども、まあ、どんなことに使っていく予定なのかということ、あとはまあこの施設への期待というのを教えていただきたいです。はい、子育て支援ということで言えばですね、これは妊産婦さんへの支援から、産後ケアの問題から、あるいは母子保険の問題から、全て子育て支援ということになってまいります。でここはですね、主に子育て支援っていう言葉もありますけれども、子育ちの支援を軸にした施設というふうに考えていただいて結構だと思います。すなわち子どもたちがここに来て、あるいは中高生がここに来て、そして、ね、自分の居場所が見つけられる、それから幼児期のですね、非認知的な能力をこう高めていける、そういう幼児教育環境が整っている、で自由に遊びを通して成長することができる、それとともにこれ指定管理やってますので、この中に幼児教育推進プロジェクトって書いてありますが、これ以外に子どもラボっていうですね、幼児教育センターっていうのを置きます、この中にですね。でそこは日常的には幼児期の お母様お父様あるいは保護者の方と お子さんがこう集うわけですけれども、ここでですね、さまざまな幼児教育のですね、先端的なこう研究、それから実践を行ってですね、これを市内の幼稚園保育園へですね、大きく広めていくというようなことで、国立の町をですね、子育てを町全体でこうさ、国立の幼児教育をですね、あるいは小中学生高校生のですね、育ちをですね、町全体で支えていく一つの拠点と、こんなふうに考えていただけたらいいなと思います。で今日こういう資料中にパンフレットを入れさせていただいていると思います。でこれをご覧いただくと分かると思うんですが、中の、ね、デザインもそうなんですけれども、固定感を排してます。例えば遊び道具でも子どもたちが自分の創造性で自由に動かして、自分の力でこう考えて環境を作り上げていくと、こんなようなですね、広場をですね、作ってます。あるいは施設の備品もそうです。そういった意味では子どもが主体になって考えて、子どもが自分の意思を表明してルールを作って、
それは小さい子どもそうですけれども、幼児期の子どもから始まりまして、でそうやって自ら育っていく、あるいは中高生であれば居場所が常にそこにあって、夜9時までいられる、あるいは今度児童館が土日まで開きますので、そういう形で夜9時までいられる、こんなような空間をですねしっかりと作っていきたい。でそこに地域の大人の方が関わってにぎわいとかですね、そういう拠点化もしていける。で お互いが触れ合いですね、にぎわい、そして関係づくりができていく、そんな新しい形の施設というふうに考えていただけたらいいと思います。すいません、こちらにお示ししてますですね、事業費1億3000万円というのはですね、基本的にこの指定管理で行うこの施設の、いわゆる指定管理、維持管理、あるいは運営事業費でございまして、それ以外の市長が申し上げましたですね、幼児教育推進プロジェクト、それもろもろのですね、事業についてはまた別立てで、予算等が計上されて展開する部分もあるといったところでございます。国立の駅前の整備なんですけども、なんか円形公園の、リニューアルって書いてあるんですけども、この辺、これなんかリニューアル、どういうふうな感じでしようとすると思って、これから構想なんか立てると思うんですけども、なんかこう、例えば、人をアクセスできるようにするような形に、なんか立教かなんかつけるのか、それともなんか単にこう綺麗にするっていう感じなのか、なんかまだ構想は出てないかもしれないんですけど、その辺なんかアイディアとか、基礎的なところがありましたら教えてください。はい、まず言ってみると予算規模はですね、最高だ、過去最高だって言ってます。で29億増えてます。でもこれは給食センターの23億と、それから日照の建て替えの経費というふうに見ていただければいいわけで、ですから時々そういうものが今後も出てくるだろう。ただ今中期の財政収支出してますが、その間では今のところ次の学校が建て替えになるという検査調査してますから、はこの今後8年間の間では起きてこないというような状況です。ですから次の学校はそこからまだ先ということになりますので、その間にだから次のいわゆるこういう施設の更新のための体力をまた再び財庁であるとか公共整備基金であるとか、そういうものを蓄えながらですね、次の投資に備えていくということになろうかと思います。それから円形公園の問題はですね、さまざまなアイデアを市民の方からいただきました。で現状の円形公園の大きさとかは変えません。ただそれを機能的にどうするかということを考えてみたいと。で、今年去年ですね、11月の市民祭りの時に、ご案内かどうかは分かりませんけれども、国立駅から円形公園へ、そして大学通りへという動線、要するに車をですね止めれることができました。非日常的な時にはですね、国立駅のロータリーの東西のところでくるっと回れるような空間ができましてですね、市民の方は円形公園を通して、そして国立駅舎から、旧国立駅舎から大学通りへと、でそういう憩いの空間が確保できました。で大きな課題も残りませんでした。ですからそういう非日常的な空間を要するにいかに市民の方がですね、そこに入って国立市の景観であるとかくつろぎであるとか、あるいは国立市の歴史があそこは一番最初は水銀社があったわけですから、そういうものが全て含まれている場所ですので、そういうものを継承しながらですね、新しい形へ、どうリニューアルしていくか。で一つのポイントはあそこに池があるんですよね。であれは要するに戦時中の防火水槽なんですよ。ところがすっかり馴染んでるんですけども、今後整備するときにそういう水の空間をどうするかとかですね、それからあそこに石瓶さんってこの前亡くなられましたが、国立で著名な彫刻家の方のを題材にしたそういうものもあります。モニュメント的なものも、そういうものも生かしながらですね、どうしてるのか、そういうことを総合的に関しながら考えていくということになろうかと思います。公園の真ん中に池があるんですか？あります。それはなんかこうどう生かすというのを残したいという意味でおっしゃられたんですか？いや、そこをどうするかが今後一つのポイントになるだろうと。深いんですよ、結構池の深さって。
ですからそれを水も空間は残すけれども多目的に活用できるような円形広場にしていくのかどうするのかっていうのはこう今後ですねプロポーザル等も踏まえながらで子どもたちからアイデアなんかもこの前求めたんですが司法からですねこうこれはアイデアのレベルですよあそこへペデスティアン的にこう渡れるような橋を架けてですね日常の空間を取り戻してほしいみたいなアイデアも出てましたんでそんなことも可能なのかどうなのかとかですねさまざまなことを考えていきたいと思っています。ありがとうございます。